八丁調,調は西洋音楽における蝶の一つで、葉音を主音とする蝶調,調である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は自然調音階で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では異名動音的に変えられることがある。シャルパンティエはこの調について、 陽気で郵送をと述べている。マッテゾンはかなり荒削りで大胆な性質を有していると述べている。18世紀初期に破綻のトランペットが考案されて以降19世紀初期にかけてトランペットとティンパニが使える蝶ということから従来からの二蝶蝶に次いで祝賀的行事向けに盛んに書かれた。このことからオペラの序曲や還元楽で好まれた調べである。楽譜上 八長調の曲は調合を用いないため、独譜が容易である。また、多くの楽器で運指が容易であるという理由で、解作を含む演奏初心者のための曲にはこの調が多く用いられている。同様も八長調が多い。しかしながら、ピアノを使って弾く場合、すべての指が同一平面上に置かれる、八長調の音階は、視点が全くないので運指が最も難しい。 打鍵のために長い人差し中や区画、指を無理に曲げなければならず、脱力を胸とする高速演奏には当然不向きである。弦楽器のうち、バイオリンでは開放弦に歯音が使われていない。異端調の平行調調として活用するのが演奏実技上無理がない。しかしビオラやチェロ等では最低音に歯音があり、歯調調について調整する必要がない。ギターではコードが 開放弦を中心に構成され、ギター初心者にとっての難関とされる、バレーコードの使用率が少ないため、分子が容易であり、古単調と共に好まれる傾向にある。管楽器は変路を中心とするのも多く、ここでも波長調演奏には、工夫が必要である。こうした、人間工学的な配慮をする楽器も、歴史的にあまたあったが、作成者の時代が過ぎると廃されるものもまた多く。 その原因については究明されていない。木管ダブルリード族の覚えとバスーンがよく響く調べである。19世紀中期までの還元楽では、波長長の曲で使用するナチュラルホルンの種類によって、低い波長長と高い波長長の2種類があった。通常は低い波長長であって、バッソの波管を使用した。重厚で渋い響きが特徴である。アルトの波管は、 音域が高く、工事場用が出しにくいので滅多に用いられなかった。波長長から最も遠い蝶々は、A 遠蝶々、または変と蝶々で共に調合を6カ所使う。ありがとうございます。